ほい、皆さんこんにちは、小坂でございます。美しい男子、続きをやっていこうと思います。さあ、前回までは平坂ちゃん、そして清水ちゃんのねお話を見ていきましたが、そのお二人のお話の中でね、高竹ちゃんはそんなにね絡んでこなかったんですよね。まあ、この3人の女の子の中で性格どれが一番私ね近いかって言ったら、多分高竹ちゃんに近いだろうなと思いながらね話を読んでいたんですけれども、絡んでいなかったところでね、何がね行われていたんでしょうかね。ちょっと新聞部の人に話を聞いてね、まずい情報をつかませてしまったっていうところはね見てましたけれどもね。ではでは、高竹ちゃん1日目行ってみましょう。さてと、学園長の周りに人が集まらない時間か。まずは何から手をつけるか。はい、はい、図書室に行く、新聞部に行く、先生に行く。多分先生に聞くもできないだろうね、きっとね。多分この選択肢、一択に結局なるんじゃないかなと思っているので、新聞部に行ってみましょう。新聞部、そうか、新聞部。学園の呆れた噂話から先生や生徒らの悪行まで幅広く取り扱っている新聞部なら、いくらか情報を持っているかもしれないな。新聞部の部室はどこだっただろうか、行ってみるとしよう。さあ、名前だけは見てた長谷川さんがどんな人かわかるかな。ここが新聞部か。頼もう、どなたかいるか。武士みたいになってますね。でも最初のね喋り方からそんな感じかなと思ってたけれどもね。ええ、おりますよ。こんにちは、聡明な人。ここは新聞部です。どのようなご案内が必要ですか。そうだな、新聞部部長に伺いたいのだが、いらっしゃるだろうか。ええ、私が新聞部部長です。入ってきてください。お姿はあるかしら。突然すまないな。ああ、知らない顔してる。だけどなんかあれだね、目の焦点がどこかに向いている。いいえ、構いません。もちろんですとも。ただでもちょっと待てよ、なんかねちょっと気にしてるのは目の色なんですけれどもね。玉津さんも同じ目の色してませんでしたっけ。なのでこの人実は天使なんじゃないかなって思うんですけれどもね。そんな予想を持ちつつ進んでみましょうか。私は新聞部部長の長谷川です。閉鎖的なこの学園における唯一無二の情報収集方法である学園内新聞羽化粧を発行しております。この学園の生徒たちの教養を育む一方、娯楽を届ける素晴らしい部活動を行っています。これは私の誇りであり、私の全てと言っても過言ではありません。さて、それでは次にあなたのことを伺ってもよろしいですか。なんかトークうまそうだね。あ、私は高竹。学園内新聞は毎月の楽しみにしているよ。あ、なんと、本当に、それは素晴らしい。私が入学当初この新聞を手に取った時の衝撃はとても言葉では言い表せないものでした。もはや入学したこと、この新聞が今まで受け継がれてきたこと、それら全てが私が生きるために準備されたものとしか思えません。それはあなたも同じなのですね、高竹さん。素晴らしい、あなたは本当に素晴らしい。それは何よりだ。もちろんです。それで高竹さん、そんな素晴らしいあなたが本日ここに導かれた理由をお聞かせ願えますか。そうだな、実はこちらで持っている情報があれば教えてほしいことがあるのだ。学園長のことだが。学園長？ほう、興味深いですね。学園長のどのような情報が必要なのでしょうか。ざっくり言えば今後の予定だな。学園長の向こう1週間ほどどこで何をする予定なのかといった情報があれば教えてほしい。ほう、なるほど。高竹さん、あなたはこうは考えなかったのですか。実は長谷川はとても優秀な生徒で、先生方にとても好かれている。なぜならば問題行動を起こす生徒たちの情報を先生方に尻尾を振って渡しているからと。何が言いたい。そんなお顔をしないでください。そうですね、つまり私はあなたの話を聞いて第一にこう思いました。あなたは学園長の情報を欲しがっている。
これを私以外の人たちに知られてしまうことはあなたにとって不都合なことなのではないかと。お教えしましょう、光武さん。長谷川は用心深い生徒なのです。そう、あなたの行動の理由を勘ぐったのです。この情報をあなたはどうするつもりなのだろうと。それは。大丈夫ですよ。あなたは素晴らしい人で、とても優秀で、とても優しいお方。そしてあまり人を疑うことに慣れていないご様子です。ご心配なさらず、私もそんなあなたが学園長に関する情報を悪用するとは思っていません。もし学園長の身に何かがあったら、あなたがここに来た理由がわかるだけです。学園長の1週間ほどの予定ですね。もちろんあります。ありますとも。確定している予定と私が推察した予定が混在していますが、ある程度書き出したものがあります。新聞部内の情報共有用に作成したものですので、あまり外部には持ち出さないようにと決められてはいるのですがね。なんと、新聞部は毎週学園長の予定を追っかけているのか。ええ、もちろんですとも。学園長は化け物対策を行う委員会や、心に傷を負った社会不適合者たちの管理を行う団体の役員などを務めており、外で様々な活動をされています。新聞部の色彩になるので、学園長の予定は優先して把握しに行くようにしているのです。学園長についていくたびに、新聞とは手の届く娯楽だと実感しますよ。なるほど。とてつもない苦労がうかがえる。新聞部は誇りを持った部活動なのだな。ほう、わかりますか。そうです、そうでしょう。素晴らしい。どうでしょう、こちらの学園長の予定表、写しでよければ差し上げましょう。あなたになら喜んで差し上げます。なんと。ふむ、しかしこちらは部内での資料なのだろう。いいのか。え、もちろんですとも。こちらのお題はあなたの新聞部入部でいかがでしょうか。感謝する。この礼は後日しっかりと行わせていただくよ。ええ、お待ちしております。めちゃくちゃ気に入られちゃいましたね。ふう、とんでもないやつが学園内にいたものだ。とりあえず平坂と清水に合流するか。ちょっとね、サイコパス感ありましたよね。そして詮索されてしまいましたもんね。さあ、全体パートは同じだったので、例のごとく飛ばしております。6月15日厳正な抽選による結果、本日の天使様容疑者は鈴木京、橋本百合子。はい、ではでは、前回もね、ちょっと短かったので2日目まで行ってしまおうと思います。まずはダイアリーを確認してみましょう。さあ、光武ちゃんの1日目はなんかね、新聞部長に気に入られちゃったけどね。光武1日目、新しい天使様に学園長を殺害してもらう。恐ろしい案だが、選択肢はないだろう。その瞬間を見極めるべく、学園長の予定について情報を持っていると思われる新聞部部長長谷川と接触し、学園長は6月17日の夜に化け物対策を行う委員会の集まりに出席するらしいとの情報を手に入れた。その直前、学園長室で一人になった瞬間がきっと好機だろう。しかし、学園長の予定を知りたがるという不審極まりない行動を長谷川に怪しまれてしまったようだ。あまりにも愚直なことをしてしまった。なんとかしなければ。はい、という1日目でしたね。光武ちゃん結構素直だからね、なかなかに悟られたりとかね、まあするでしょうからね、表情に出ますから。その後ね、どうしたんでしょうね。どう立ち回ったら容疑者の方に回すことができたんでしょうね。そこがね、今回は明かされると思うのですが、ではでは、光武ちゃん何してたんですか。さて、昨日は学園長の予定を調べるためとはいえ、新聞部に聞くなどと愚直にも程があったな。これでは学園長が殺された時に私を捕まえてくれと言っているようなものだ。だからといって、平坂が昨日言っていた長谷川を殺すという案は確かに一番手っ取り早く分かりやすい解決方法だろうが、それでも
人を殺すというのはやはり人の道にあってはならないのだ、平坂よ。考えていても仕方ない。新しい天使様の手がかりになるものを探しに行くべきだな。まあこのパートでね、清水ちゃんは平坂ちゃんに見られてるけれども、光武ちゃんには見られてるんですかね。ここからならいくらか学園内を見渡せるだろうか。ふむ、新しい天使様が変身中に頭を隠すことができる場所。分かってはいたが候補が多すぎる。焼却炉、旧校舎、体育倉庫。さてどうしたものか。こんにちは、ご機嫌いかがですか。え、あ、学園長、びっくりしました。学園長。あら失礼、驚かせてしまいましたね。何かお悩みのようでしたから思わずお声掛けしてしまいました。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。もちろん元気です。それは何よりです。しかしあまり元気そうには見えません。自分に嘘をついてはいけませんよ。疲れてしまった時には休むことも大切です。数秒後には命がなくなってしまうことが当たり前の現代。我慢や苦労だけの人生では天に昇る瞬間、自らや周りの方々の笑顔を思い浮かべられないかもしれません。あ、そうですね、確かにそうかもしれません。学園長は本日どうしてこちらに。屋上にいらっしゃるお姿はあまりお見かけしませんが。ええ、そうですね、実は昨日の夜に旧校舎で人影を見たという話がありまして。旧校舎ですか。ええ、旧校舎は古く、アリが巣を作り柱を食い、ところどころ崩れているため危険なのです。それは先生方を通じ生徒たちに伝わっているはずなのですが、立ち入った生徒がいたようですね。そのため旧校舎の様子を確認し、後日改めて生徒たちに立ち入り禁止を呼びかけるつもりなのです。それにこうして運動場にいる生徒たちの様子を見ることもできますからね。旧校舎の様子を確認するため直接見に行くわけではなく、いや、下手なことは言わない方がいいだろう。しかし旧校舎、確か清水は昨日の夜に少し様子を見に行くと言っていたはずだ。もし昨日下調べに見に行っているのであれば、今日清水は旧校舎に詳細を確認しに行っている可能性がある。まずいな、学園長に見られてしまえばまず怪しまれる。どうにかせねば。そうだったのですか。それでは学園長、権威あるあなたにこのようなことをするのは本来許されないことであると理解しているのですが、よければその私の話を聞いてくださいませんか。あら、いいですよ、もちろんです。あなたの心の浄化に役立てるのなら喜んで。ありがとうございます。実はその旧校舎の話なのですが、いや、本当にこれは学園長にお聞かせするにはとてもその申し訳ないものだと思うのですが、私は昨日旧校舎に忍び込んだものを知っているかもしれません。なんと、それは本当に。ええ、実はこちらで悩んでいたのもそのことなのです。あそこで何をしていたのかそれは分かりませんが、ただ新しい天使様の件を考えるとあまりいいことでないのは想像できます。しかしこれを誰かに言ってしまえば、良くない想像ばかりをしてしまい誰にも言えずにおりました。うん、あなたお名前を伺っても良いかしら。光武と言います。光武さん、お一人で悩ませてしまってごめんなさいね。勇気を振り絞ってその話をしてくださってありがとう。いや、そんな。よろしければ光武さん、明日
この時間に学園長室に来ていただけませんか。そのお話を詳しくお伺いしたいのです。ここでは誰かに聞かれてしまう恐れがありますので。ええ、わかりました。あなたの勇気に応えられるような対策を検討しますよ。それでもしよろしければ。この声、これはもしや学園長。先ほどの声は生徒の悲鳴では。学園内に化け物がいるのかもしれません。ここは危ない、逃げましょう。こちらに。ええ、ありがとう。逃げましょう。まさか一緒に手を引いて逃げることになるとは。はい、全体パートは同じだったので飛ばさせていただいております。6月16日、厳正な抽選による結果、本日の天使様容疑者は木山翔子、八村美音子。はい、というわけですね。まあ学園長と一緒にね、手を引いて逃げたっていうところまではね、お話の中では分からなかったんですけれども、まあこれでね、学園長の信頼をね、得られたっていうところなんですかね。ここから先はちょっと変わりそうな気がするんですけれどもね。コウタケは本当に素直な子なので、ここからがね、ちょっとね、どんな風にね、変わっていくのかがね、気になるところではありますが、今回はここまでにしようと思います。今日もここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方は、ぜひぜひグッドボタン、あるいはチャンネル登録よろしくお願いします。そしてこの美しい男子というゲーム、ぜひぜひ自分でもプレイしてみたいなと思う方は、概要欄の1行目にあります作者様のホームページに飛んでみてくださいませ。ではまた次の美しい男子、あるいはこのゲームでお会いいたしましょう。また次も大阪と遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も大阪と遊ぼう。またね。